このアニメは防衛省自衛隊が日本の平和を守るためにどんなことをしているのか知っていただくために制作しました。では物語の一部をご覧いただきましょう。物語は航空自衛隊員の加納一家に起こる不思議な出来事から始まります。この子はなんて名前？ボエモン、物知り博士なんだ。何でも知っているボエモンに次々と質問する子供たちの興味で物語は進行します。自衛隊はね、大きく分けると陸、海、空の3つでできてるんだ。そして自衛隊の役割は大きく分けて2つ。1つ目は日本の領土、領海、領空を守ること。2つ目は世界が安定するように手伝うこと。世界が安定するためには世界中の人が手を取り合って助け合うことが大事なんだよ。ねえボエモン、自衛隊は侵略をするためにあるんじゃないってお父さんはいつも言ってるよ。その通り。どこかの国を侵略するための組織じゃないんだ。日本が他の国から侵略されないようにするために自衛隊があるっていうことなんだよ。キーワードは抑止力。例えば学校で誰かと喧嘩しそうになった時に相手が強そうだったら喧嘩はやめておこうっていう気になるよね。相手に喧嘩を思いとどまらせる力が抑止力なんだね。自衛隊は一つの目的のために陸、海、空の3つが力を合わせて効率よく活動できるようになっているんだ。日本の領土を守っているのが陸上自衛隊なんだ。でも日本の周りは海だから船で入ってくることもあるんじゃない？そう、だから日本の海を守る海上自衛隊があるんだよ。航空自衛隊は日本周辺の空を常に見張ったり守ったりするのが仕事なんだ。日本を守る3本の矢、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、この3つが連携して自衛隊は常に皆さんの安心と安全を守っています。いつ来たって追い返す。我々は一人じゃない。日本には私たち自衛隊がいるんだ。陸、海、空の自衛隊が力を合わせてこの日本の平和を守り抜く。知っているようで知らない防衛省自衛隊について知っていただけましたでしょうか。もっと知りたくなったらあなたもボエモンを探してみてください。ボエモンで検索して